コラッセ福島コラッセ福島は、福島県福島市にある複合施設である。福島県内の中小企業支援及び県内のび県内の産業振興と市民サービス機能の向上のために、社団法人福島商工会館によって建設され、2003年7月、東日本旅客鉄道福島駅、西口駅前広場の北側にオープンした。地下1階、地上12階建て、 高さ66.95メートルの一部、SRC 作り及び S 作りであり、ガラス張りのアトリウムを中心に多目的ホールや、物産館、福島県と福島市の窓口のある、低層棟と、商工団体や、県の外郭団体、民間企業のオフィスが入居する、高層棟により構成される。敷地面積は3237.41平方メートル。 延べ床面積は2万1225.84平方メートル。地震による揺れを軽減するため、年生履歴併用精神装置による免震構造を採用している。1階には、福島県観光物産館や福島市、西口行政サービスコーナー、福島県パスポートセンターが、3階には、福島市立図書館の西口ライブラリーが、最上階には展望ラウンジ、 レストランが設けられている。その他の木沢橋には、福島商工会議所や、県や、市の外閣団体などが入居し、多目的ホールや貸し会議室も置かれている。また、選挙の期日前投票や、税務署が行う確定申告の会場にもなる。発明工夫展など、行事の会場ともなり、週末には、フリーマーケットや、写真展が開かれる。 市民の憩いの場としての役割を担っている。このビルの建設に合わせ、周辺の駅前広場の整備も行われ、駐輪場やミニカジュエンが設置された。ありがとうございます。